皆さんこんにちは、フルート講師の吉野智美です。本日は楽器の持ち方についての動画を配信していきたいと思います。まずフルートとは、3点指示というふうに呼ばれている持ち方をまず最初に勉強しますね。もう耳にタコができるぐらい聞いたよっていうふうに思うかもしれませんけれども、一応ご存じない方のためにもそのご説明をさせていただきます。まず最初に1点目、ここの口元にフルート当てる部分ですね、こちらが1点目。そして2点目はこの人差し指の付け根のこのゴリゴリした骨があるんですけれども、その上ここら辺ですねに楽器を、この小さいキーとシの指をした時のこのキーの間らへんにつけます。そしてもう一つは右手の親指、これで3点で楽器を押さえます。これを3点指示というふうに呼んでいるんですけれども、この3点指示、私は中学生の時にどういうふうに教わったかというと、まず右手で楽器をこういうふうに押す、前に押す、そして左手で楽器を口元に押し付けるというか戻すようなイメージで、こうとこう、こういうふうに力を働かせることによって楽器をうまく持ってくださいねっていうふうに教わったんですけれども、もちろんこれも正しいと思います。ですが私の場合はそうするとここの付け根の部分がすごいもう赤くなって、この指が痛くなっちゃって動かなくなってきちゃったっていうことが起きたんですね。なので今はどういうふうにしているかっていうことをちょっとお話ししていきたいんですけれども、今は左手を押さえつけることをやめました。その代わりにじゃあどういうふうにしたかっていうと、楽器を下から持つような感じにしたんですね。左手だけで楽器を持てるこの状況、まあ、その指とかにしていただいて、楽器を持てる状況、この状況っていうのはもう右手の力って全く必要ないってことなんですよね。なので右手にも全く力が入らないで、左手だけで楽器を支えている。でももちろんこれだけだと左手に負担がかかってしまうので、右手の親指、まあ、頭小指とかを、まあ、軽く支えに使ってあげる。そうすることによって3点指示が私はうまくできるようになりました。あともう一つはアクセサリーに頼るっていうことだったんですね。アクセサリーをつけているプロの方っていうのも多いので、全然使うことに抵抗を持つ必要はないと思ってるんですね。でまず一つ目に紹介したいのが、まず私みたいにここの付け根の部分が赤くなってしまったり、力が入ってしまってなんだろう、痺れてくるみたいな方におすすめなんですけれども、こちらちょっと見えづらいですかね、こんな感じでここがパッカッと開くようになってるんですよ。なのでこのまま楽器にこのようにはめることができます。そうするとこれシリコンでできているので楽器にも傷がつかないですし、こういうふうに持った時にゴムっぽい感じなので少しその痛みを和らげてくれたりとか、管自体が太くなるのですごく持ちやすさを感じると思います。これ意外と私はおすすめで、まあ、今私が使ってるかって言ったら使ってないんですけど、生徒さんにこういうのをご紹介したりとかもしています。そしてもう一つがこちら、サムポートという器具なんですけれども、今度はこれは右手の親指の部分に装着するものですね。私は滑り止めでこのパッチというかシールをつけてるんですけど、その部分にこうパカッとはめてしまう、よいしょ、裏から見るとこんなような感じになりますね。こういうふうに楽器を押さえるとき、ここに親指を乗せるような感じになります。そうすると自然と親指で支えることが上手になってくるので、こっちに力を入れなくても親指だけで楽器が持てるよっていう状況が作れます。そうすると他の指、この主に動かなくてはいけない指っていうのに負担がかからなくなるので、そういったアクセサリーに頼るってことは私はおすすめしてます。もし抵抗がある方もこのように考えてみてください。これでアクセサリー使うのが嫌だって言ってここを押し付けたまんまやって、手がしびれて腱鞘炎になってしまったりですとか、もしくはすごい持ち方が良くないのに楽器を置いててゴロッと楽器を落としてしまったり、
無理してこう力をガチガチに入れて吹いているので肩こりがすごかったりとかして、フルートが嫌になることよりアクセサリーに頼った方が私は100倍いいと思っているので、しかもアクセサリーを別にずっと使ってほしいと言ってるわけではなくて、使った状態でまあ綺麗な持ち方、ご自身の納得いく持ち方がもし見つけられれば、そのアクセサリーがなくても同じように持とうっていうその目標が一つできると思うんですよね。なのでその目標に向かって頑張っていただければなというふうに思うので、本当にまあこれ賛否両論あると思うので、もしかしたら低評価も多くなっちゃうのかななんていうふうに思うんですけれども、もう一回まとめると、私は横から持つことはやめて下目から持つようにしたということですね。左手だけで楽器を支えられるようにして、右手を添えるだけというような形にすると、私は右手の親指とか小指がピンと張ることなく楽器を持てるようになりました。そしてこのような器具を使うことによって、その痛みだったりとか無駄な力っていうのが軽減されることもあるので、まあ、物は試しに使ってみるのもいいんじゃないかなというふうに思います。毛嫌いせずに、はい、ということで今日の動画がためになったなというふうに思っていただけた方、グッドボタン、高評価、そしてコメントもお待ちしております。フルート忍へのレッスン動画、そして演奏動画もレッスンの合間を縫ってできる限り多く更新していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いいたします。では皆さん、またお会いしましょう。またね。